どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは千住大橋駅前ポンテポルタの駐車場でございます。こちらのポンテポルタ千住スーパーマーケットとしてはライフが入っております。その他日常使いですね、しやすいですね。ショップ、そしてクリニックモールもですね入っております。こちら京成本線の千住大橋駅です。こちら千住大橋駅の時刻表です。千住大橋駅平日8時0ちょうど発乗車をしますと京成上野8時11分着、都心方面ご通勤される方はですね日暮里駅で山手線京浜東北線乗り換える方が多いかと思います。日暮里駅での乗り換えは容易です。あとは青戸まで行ってそこからですね浅草線直通のですね京成押上線ですね乗り換えというですねルートもあります。いずれにしてもこの千住大橋駅からですね都心方面通勤となりますと日暮里上野とかで勤めてない限りはですね乗り換えがですねマストになってきますので、そこはウィークポイントなんですけども、都心までの距離はですね非常に近い位置となります。快速も停車をしますがボリュームゾーンとしてはですね普通電車となります。青戸駅から京成スカイライナー乗り換えてですね成田空港までのアクセスも容易です。改札を出ますと目の前にアコレがあります。そして一般開放日もあります足立市場ですね、こちらも徒歩6分という近さです。あとは自転車であればですね南千住のですね角上魚流もですね容易にアクセスすることができます。そして今回ご紹介いたしますマンションはもちのろんシティタワー千住大橋です。こちらが千住大橋駅、そして南進していきますと隅田川ありまして、今回は隅田川沿いのですね立地となります。北千住もですね今回のシティタワー千住大橋から徒歩17分っていうところではありますけども、電車で行く場合はですね関谷まで行って牛田乗り換えでですね行く形になりますので、意外と電車だとですねあんま便が良くないっていう感じになります。まずはですね周辺相場から行きたいと思います。建設地とはですね反対方向歩いていきます。まずはこちらシティハウス千住大橋ステーションコート2014年築千住大橋駅徒歩1分、新築時の坪単価約180万円、現在の坪単価約265万円です。南側では13階のマンションが建設中です。こちら日光街道になります。今作はこの日光街道からですねしっかりと離れております。この日光街道も近いですし、あとは首都高のですね複数の出入り口3キロほど近いですので、車での遠出もですね非常に便利です。こちらがポンテポルタの入り口となります。今作はこのポンテポルタが通り道となります。小学校は線路を挟んで反対側となりますが、千住小学校で徒歩10分、第一中学校で徒歩8分です。ちょうど今下校時間のようでして、このポンテポルタ側のですねこれからご紹介するマンションへですね帰る子どもたちが多く歩いております。今作は千住大橋駅から徒歩5分になります。もともとはですね工業エリアでした日比東京工場の跡地ですね、で新本社ビルは今も街の中にあるというところですけども、こういった形でですねまだ未開発のですね土地もあります。ポンテグランデ東京の開発としてはですね中盤を超えたあたりっていうところになります。2014年にですねこちらのポンテポルタ千住が開業しまして、住宅としてはですね2012年にですねオーベルグランディオ千住大橋251個、そして2014年にオーベルグランディオ千住大橋エアース280個、2015年にアクアビスタ308個が竣工しておりまして、そして今回ですねお久しぶりの住宅となる462個っていうところで2025年に竣工する予定となっております。新しい街になりますので電線ですね地中化されていますし、こういった形で歩道もですね広いです。もちろん北千住のようなですね刺激を求める方には合ってこないんですけども、どちらかといえばですねニュータウン系がお好きな方の方がですね暮らすイメージが湧きやすいんじゃないかなと思います。西松屋も入ります。
コンテポルタがありますので、日常の買い物はですね、もう徒歩圏内で済ますことができます。周辺相場です。オーベルグランディオ千住大橋2012年築、千住大橋駅徒歩3分、新築時の坪単価約165万円、現在の坪単価約235万円です。そして初代オーベルグランディオのですね、お隣にございますのがオーベルグランディオ千住大橋エアーズ2014年築、千住大橋駅徒歩4分、新築時の坪単価約175万円、現在の坪単価約255万円です。このマップにありますこちらのですね、緑のですね道がオーベルとのですね間にありますポンテグランデ緑道となっております。本作あちらのライフのですね出入り口から出て、このポンテグランデ緑道をですね経由して帰宅することもできます。最短ルートは駅側の道となります。さあ建設地に着きます。建設地はですね、新しい街っていうところもちろんありますけども、整った土地形状になっております。で、北側のこちらの道がですねメインの雪道です。南側に隅田川というですね完全リバーサイドリッチとなります。こちら側がですね学校の仮校舎等としてですね使われてきている土地です。現在は何があるっていうわけではないですけども、今すぐにですねタワマンを建てるというようなですね状況にはなっていないです。まずは今作のですねシティタワー千住大橋が先発する形となります。あちらがですね竣工近づいていくにですね、それでこちらの開発の概要もですね分かってくるのかなとは思いますけども、これまでのこの街のですね開発ペースからすると少しゆっくりかなとは思いますけどもね、まあ、特に今回住友不動産のタワーマンションというところで、まあ、ゆっくり販売していくっていうところはですね容易に想像ができますので、なおさらといったところになります。こちらが初代オーベル、そして緑道を挟んでエアーズという形になりますが、オーベルグランディオシリーズの方がですね駅はですね近く感じやすいっていうところですけども、こちらリバーサイドではないですので、今回はやはりリバーサイドっていうところがですねこの街のマンションの中でストロングポイントになってくるっていうところになります。さらに初のタワーマンションという形になります。で、ここも公開空地でですね広がっていきますので、今も歩きやすい道ですけども、よりこの辺りもですねポンテグランデ緑道のですね続きという形になりますので、より歩きやすいものとなっていきます。こちらが建築看板です。こちらは E 街区です。このお隣西側のですね土地が G 街区という形になります。一応こちらも住宅予定地というところです。これは学校の仮校舎等としてですね使われてきた土地です。こちらが隅田川です。もちろんハザードマップではですね色はがっつりつくエリアになってきますけども、この付近はですねすでにスーパー堤防になっております。いやー気持ちいいですね。急に世界が変わりますね。私は全然川沿いとか海沿いとか気にしない人なので、むしろこういったですねリバーサイドっていうのはですね個人的にはですねすっごく好みですね。まあもちろん水害系を気にしちゃう方にはですねもう会ってこないっていうところですけども、そこを気にしない、まあ、もしくは飲めるっていう方ですね、それ以上の価値をですね感じられる方にとってはですねリバーサイドっていいっすよね。で、ここスーパー堤防ではありますけどもですね、川が降りていけばですね千住隅田川テラスとしてですね歩くこともできます。私もいろんなマンションを見させていただいている中でリバーサイドっていう立地に関してはですね23区に絞ったとしても、まあ、結構あるんですよね。ただ今回すごいのが南側に大きい川隅田川があって、それがこの東西に流れていくっていうのはこれはなかなかなレアなんですよね。基本的に、まあ当たり前の話なんですけども、23区の川って、どちらかというとこう南北に流れていってるっていうところなので、南方向ドンピシャリバービューっていうのがそもそも少なくなっていくっていうところと、それが東西に流れていくので、要は南東向き、南西向きが超スペシャルなんですよね。ちょうど行きますが、イニシア千住あけぼの町みたいにですね、南側にですね、隅田川流れてるマンションともちろんあるんですけども、数あるリバーサイド物件の中では
レアキャラですね。しかも今回タワーですからね。アミューズパーク足立があった場所ももしかしたらマンションになるかもしれないですけどもね。なのでこの辺まだですね、マンションですね、立っていくような土地はあるんですけども、それらが立ったとしても眺望を邪魔されないっていうのが、これもまたいいっすよね。対岸側荒川区になりまして、あれ映っておりますのがアクロ市ですね。有名なマンションですね。ザ・バブル期のマンションというところで、当時と今とではですね、住宅ローン金利が違いすぎるので同列に語ることはナンセンスなんですけど、今そのバブル期以上にマンション価格が高いっていうのは、もうものすごいインフレの波を感じますね。もちろんインフレが悪いことだっていう意味ではないですけども、あちらのアクロシティですが、棟によって築年数徒歩分数変わってきますが、1990年代前半のマンションです。南千住駅と美濃和駅徒歩15分ほどです。で、動きの一例としてはですね、約81平米新築時8100万円台のお部屋が、中古時4300万円台、約99平米新築時9300万円台のお部屋が、中古時5200万円台で動いております。シティタワー千住大橋ですね、重工は南東、そして南西、北東、北西のドーナツ型形状になっております。でリバービューはこちらの南西と南東というところで、当然南西南東向きがですね、このマンションの中でですね、条件良い列というところになってきます。ただ南東向きの方はですね、アクアビスタ低層階被ってきます。ただ第一期で被る階の販売はないです。そして南西方向はですね、あちらのアクロシティのですね、タワーと、あちら高さ100メートルほどなんですけどもありますけど、まあ距離はありますし、気になるようであればあちらのですね、高さを超えるような30階台後半とかを買えばより気にならなくはなってきます。ただまあやはり南東向きになりますとスカイツリーも見えてきますので、一番条件いいのは南東かなっていうところです。次に南西です。第一期は条件の良い南方位のみ販売します。南東南西、そして回数は22回以上からの販売です。で販売の方はスタートをしております。タワーマンションになりますので、まあ当然ではあるんですけども、足元の空地にゆとりがですねあります。先ほどの西側のポンテポルタと桜公園と続くですね、ポンテポルタ緑道がですね、延長整備されると、今も整備されてますが、あれがもうちょっと広がっていくっていう空地を合わせてですね、今以上にゆとりある道になるっていうところと、ただゆとりあるだけじゃなくて、歩道上空地も緑豊かな空間としてくれます。で今作はですね、日差しが大きく伸びたですね、豪華な車寄せを設けるっていうところで、緑豊かっていうだけじゃなくて、ちゃんと住みふらしいタワーマンションらしいですね、高級感もあるものとなっています。周辺相場です。アクアビスタ2015年築、千住大橋駅徒歩3分、新築時の坪単価約185万円、現在の坪単価約230万円です。こちらはこれまでご紹介してきました千住大橋の盤上大型マンションのですね、中で唯一リバーサイドという形になっております。今作はタワーマンションなので、背は当然ガーッとこのエリアでは高いものとなりますが、足元はむしろですね、これまでご紹介してきた盤上大規模マンションよりもですね、ゆとりあるものとなりますので、より街の印象もですね、良くなりそうですね。それでは隅田川テラスをですね、東方向へ向けて歩いていきたいと思います。今回外観デザインですね、角部分バルコニーにしてます。スミフあるあるのダイレクトウィンドウではないです。まあ最近スミフもバルコニーあり増えてますけども、で透明ガラスはですね主としているんですけども、スミフのギラギラ感はなんか抑えて街に溶け込むデザインっていう印象を受けました。なんかスミフのギラギラ感はないですね。ただそれは外観の話で、外観全体の話であって、車寄せのところですね、先ほど述べました日差しが大きく伸びた車寄せのところは、
非常にですね、高級感ありますし、それと合わせて、天井高約 8.5 メートルとガラスウォールのエントランスホールがですね、こう、車寄せ側に見せつけるような形になるんですけども、そのあたりが、スミフらしさあるなっていうところです。なので、タワマン好き、私もどちらかっていうとタワーマンション好きなんですけども、そういったタワマン好きにもしっかりと評価される玄関口となってます。で、さらに、共用廊下ですね。冷暖房完備の内廊下になってますし、当然各階ゴミ置き場もあります。そして精神構造を採用しているっていうところで、いわゆるタワマンスペックっていう形になってます。共用施設はですね、2階にキッズルーム、フィットネスルーム、テレワークラウンジ、こちらは個室ブースもあります。3階にゲストルーム、2部屋。そして23階のですね、スカイツリーやですね、都心ですね、ビューを望めるスカイラウンジも設けてくれています。価格っていうところなんですけども、平均の坪単価としては400弱です。私は計算したところでいくと390ほどでした。南東向きがですね、やはり一番価格は持っておりますね。スミフらしい価格設定というところですね、今回22階と31階、そして32階と39階ですね、同じ価格です。面白いですよね。で、31階と32階で何が大きく変わるっていう方でもないので、まあ、強いて言うと南西方向のタワマンより抜けてきやすくなる程度かなっていうところですけども、32階と39階が同じ価格だったら、そりゃ39階選びたくなるわけですけども、まあ、そこはですね、抽選を嫌う方にとってはですね、逆に下を選べばですね、買いやすくなってきますので、まあ考え方次第かなというところです。で、最上階にはですね、100平米超えもあるっていうところですけども、全体としてはですね、グロスを抑えたいっていうところかですね、中重工は70平米切ってますし、角重工でですね、ようやく75平米という広さになります。で、中重工はワイドスパンにはなってますのでいいんですけども、ただ一部屋がアンドン部屋になるので、いつもスミフの全部がバルコニー側に、視界後部側にありますっていう間取りではなかったです。で、角重工は全面バルコニーで、そのバルコニーに柱を出しているので、角重工ながらも下がり点少なかったですね。カーテンボックス付近まではもう下がってなかったです。で、基本点も2600っていうところで高めです。で、設備仕様はですね、ディスポーザー、食洗機、キッチン天板、天然石、そしてリビングとリビング横の洋室、床暖房、ミストサウナ、トイレ、手洗いカウンター&ローシルエットトイレ、そして壁ポコなしのですね、機械換気になってます。全熱はないですけども、壁ポコなしっていうだけでもありがたいですね。で、玄関前カメラ付き、インターホンも当時ついております。なので単価なりにですね、充実したものにはなっています。駐車場はタワーパーキングと昇降横行式がですね、混在してて、設置率としては 50% で結構高めですね。で、タワーパーキングはサブエントランス近くのですね、待合室にて出庫操作可能になってます。ただ、今回タワーパーキングの手前だったり、あと昇降横行式も2つに分かれてるんですけども、その機械式付近屋外になったりっていうところで、この駐車場事情っていうところで行くと、まあ、特に駐車場スミフの物件頑張ることが多いので、ちょっと屋外部分が多いっていうのはですね、タワマンスペックとは言い難いかなっていうところです。パレットサイズは全長では5300取っているので、この辺はなんかさすがスミフっていうところですね。昇降横行式の方でも全幅で1950っていうところですので。駐輪場も1階の屋外で設置率約 197% です。管理費はですね、まあ致し方ないんですけどね、高いですね。平米単価月額約530円っていうところです。まあ今の時代のタワーマンションとしてはよく見かけるような水準なので、それ自体になんかもう驚きはないなっていうところなんですけど、やっぱり周辺相場からするとかなり重たく見えますよね。なのでこの辺りは他のエリアで新築タワーマンと比較検討してるのかしてないのかで見え方が変わってくるなっていうところです。
24時間有人管理でコンシェルジュサービスもあります。エレベーターはですね、低層用が23階まで、分速は150メートル、そちらが2機です。そして高層用は23階から上で分速180メートル、こちらは3機です。で、別途前回に停止します非常用分速150メートルが1機あります。低層用は若干少なく見えるんですけど、タワーパーキングがですね、2部屋食い込んでいるですね、回数ですね、部屋数が少ないフロアが主になりますので、まあどちらかといえば高層用の方がゆとりはあるかなと感じましたが、まあ、当然修繕積立金もですね、徐々に上がっていきますので、計画段階としては当初の3倍程度にですね、年月をかけてなっていくっていうところで、まあ、住宅ローンプラス駐車代除いて月額約7万円ぐらいのランニングコストなので、それに耐えられる資金計画は必要になってくるというところです。千住大橋駅から都心方面行くのに乗り換えがなっていう方は、人によっては南千住まで自転車で出ちゃう方もいるかもしれないですね。自転車であれば10分弱というところです。まあもちろん南千住メイン利用にするのであれば、南千住物件を選んだ方が便利ってのはなっちゃいますけどもね。このポンプ場のところも通れるようになったんですね。前なんか通れなかった記憶がありますけども、さあ総評を行かせていただければと思います。ちなみに以前南千住のですね、特集記事もスムログにて書いておりますので、そちらも概要欄に貼り付けておきますので、ご覧いただければ幸いでございます。南千住もちょこちょことこう上がってはきておりますけども、それではシティタワー千住大橋ですね、総評行かせていただければと思います。今回ですね、もう非常に分かりやすいなっていうところです。まず千住大橋自体はですね、まあマイナー感はありますけども、商業施設ありますし、乗り換えは必要ですけども、都心へのですね、移動時間としては短めになるような立地ですので、まあそこはですね、もちろん便利っていうところで、それでいて隅田川をですね感じられる落ち着いた住環境っていうところになってくるんですけども、ただそれって先ほどまでご紹介してきた盤上マンションでも替えが効いちゃうんですよね。でしかもその替えが効く側がお安いので、もう本当にシンプルで、タワマンにこだわるのか、ここで評価が大きく分かれるところです。もうそこにつきますね。千住大橋に住みたいっていうだけであれば、周辺分譲マンションの方が毎月の支払いぐっと抑えられますので、それは本体価格だけじゃなくてランニングコストも大きく影響してくれますので、もうそのような価値観の方には合ってこないですね。千住大橋に住みたいだけだったら、いやいや、じゃあ先ほどまでの盤上型買った方がいいですし、リバーサイドがいい、じゃあアクアビスタだってありますっていうところになってきますので、今回は立派な新築タワマンを価格を抑えて購入したいっていう中高域検討者にヒットしてくるマンションです。立派な新築タワマンで23区にしてはお安いんですね。もちろん第一期となれば地元需要ですね、多いわけですけども、それ以降の販売で今回大規模ですので、これだけの個数ってなれば中古位検討者にも評価される必要はありますので、立派なタワマンにしては、まあ、さらに言えば住友不動産にしてはですね、現実路線の価格設定にはしていますので、千住大橋としては高いんですけども、立派な新築タワーマン23区駅地下物件としては、さらに住友物件としてはお安いと。なので千住大橋オンリー検討というよりかは、いろいろなマンションを見てきて価格に疲れましたと、価格に疲れたんだけど目だけは超えちゃったんですよっていう、そういう方の執着物件としても評価が高くなるような印象を私は受けました。なのでもうタワマンスペック全然求めてませんっていう方からの評価はかなり低いっていうところですね。千住大橋に住みたいんです、はいどうぞ盤上型大規模マンションありまーす、そちらへゴーになっちゃいますので、
今回はいかにタワマンにこだわるかどうかっていうところです。なので第一期で購入されている方も千住大橋に住みたいだけではとてもじゃないけど買えないわけですので、その方たちは千住大橋に住みたい&タワマンに住みたいんですね。なので千住大橋にしては価格が高いです。でそれはもちろん眺望台っていうところもですねあるわけですけども、アクアビスタの上の方を買ってもそれはまあある程度叶えられてしまう部分でもありますので、もちろんタワーの方がよりですね気持ちのいい眺望になるとはいえ、リバーサイドって低層階でも結構眺望いいですので、まああとはなんか一般的な楽しみ間取りはちょっと苦手とかそういう方ですよね。なのでもう普通にいいマンションが周辺にあるわけなので、それと比べてかなり価格が高い。そこのポイントはタワマンであることなので、周辺の相場との大きい価格差はもうタワマン代っていうところですね。まあ眺望代を含めてのっていうところですが、なのでタワマンにこだわらない方からすると何がいいのかわからないって、その価格を見ちゃうとなんでこんなに高いのに買うのって、周辺に盤上型のいいマンションゴロゴロあるじゃないですかっていう。でもシティタワー千住大橋買う方はそれじゃダメなんですよ。オーベルグランディオでもアクアビスタでもダメなんですよね。なぜならタワマンに住みたいからなんですよね。なのでタワマンにご興味ない方は、でも千住大橋住みたいなっていう方はどう考えても盤上型の大規模行った方がいいです。そんなのはまあ言わずもがななんですけども、ただタワマンってあのエリアで今買いが効きませんので、まあ、ちなみに私はタワマン派なので、私はオーベルグランディオもアクアビスタも行かずシティタワー千住大橋より高いの分かってて買いますね。今千住大橋で何かを買うってなったら私はもう何の迷いもなくシティタワー千住大橋買います。なぜなら私がタワマン派だからですね。なのでシティタワー千住大橋を今時点で購入される方ですね、まあ、将来的に周辺盤上型がちょっと上がってくるとまた別ですけども、価格上がってくればまた別ですが、今時点で言えばかなりの価格差がありますので、シティタワー千住大橋を選んでる方は千住大橋に住みたいっていうだけではなくて、タワマンに住みたいがかなり優先順位高い方っていうところで、購入された方や前向きに検討されてる方はうなずいていただけるんじゃないかなと思います。さあ隅田川中村徹マンション、懐かしいですね。 CM やってましたよね。イニシア千住あけぼの町2009年地区、北千住駅徒歩14分、新築時の坪単価約190万円、現在の坪単価約255万円です。見てください、この眺望ですよ。もうこのイニシア千住あけぼの町のですね、このリバーサイド側のですね部屋は低層階でもですよ、低層階でも、今私これ隅田川テラスのグランドレベルからのですね映像でこれですので、低層階でもこのスペシャル眺望です。やばいですよね。ここからですね川が南の方へですね折れていきますので、その流れも楽しめるというところですよ。動きの一例としましては約64平米、新築時3300万円台のお部屋が中古時4900万円台、約70平米、新築時3600万円台のお部屋が中古時5600万円台、約75平米、新築時4700万円台のお部屋が中古時6100万円台で動いております。こちらのイニシア千住あけぼの町、中古での検討もおすすめしやすい大規模マンションです。千住大橋とのですね比較検討でも非常に面白いと思います。自走式立体駐車場でですね空きありますので車ですね止めることもできます。でこちらですと京成本線の京成関谷と東武スカイツリーラインのですね牛田駅2駅利用することができます。近くにダイエーがあります。それでは京成関谷駅から千住大橋駅戻りたいと思います。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも視聴時間本当にありがとうございます。
記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。